はい、今日も商業図やっていきたいと思います。さあ、お前が先手だ。3級、三間飛車の方ですね。対局開始。一緒じゃないですか。まあ、こちらもね、負け地と三間飛車でいきたいと思いますけど、これは角道取りますかね。ああ、相振り飛車。相振り飛車。さっきもやったけどな。まあ、どうですか？これは。銀上がっときますかね。まあ、これ取っといて。そうだなあ。あ、そっか、これで。そういうことですか。飛車打ってくるって感じかな。角合わしといて。互いの角が成り込んで、さあ、すごい展開ですね。まあでもそうだな、同じようにやるとどうなるんだろう。飛車一気に来ちゃうか、これは。まずいかな。歩が入ってるから。そうですね。なんかちょっと馬引きたい気もするけど。でもかなり飛車成りが厳しい。どうしますかね。なんかこう、受けときましょうか。さあ。なかなかね、難しいとこだと思うんですけど。また乱戦ですかって感じなんですけどね。あー、なるほどね。打ちたいところに打てってやつですかね。まあ確かにこれ歩成られるとかなり厳しいですか。まあちゃんとね、歩を受けちょっといたらいいか。歩受けるのもなんか変だけどね。まあちょっと乱戦なんでね、なんとか冷静にさせていきたいですけど。いやー、乱戦したくないんですけど、乱戦好きなんですかね？なんかこういう展開が。隙を見せた僕が悪いんですけど。いいじゃないですか。今日なんか雨降って割と涼しいんで、いいと思いますね。なるほどね。確かに。できて取ったら歩なってこようってことか。いや、まあ確かに嫌ですね。香車打っといて。ああ、そういうことか。確かに、これはちょっと失敗したか。せっかくもらった歩を使っちゃったんで、失敗ですかね。さあ。まあ、取ってくるでしょうね、銀をね。取ってくるでしょうね。
7分。いやまあそうなんですよ、飛車なってくるんですよねこれで。うん、いやーまさしく厳しいけど金引いた方が強い。いやまあでもそこを強叩いといて、いやー厳しいなー、ちょっと厳しいですかね。ああもうこれで決まっちゃうわけですか。なるほど、こうなってきて、いやーきつい、きついきつい、いやーちょっとダメだったか。いやかなり、やっぱなんかこの黒子アバターの人すごいね、乱戦好きの人多いですよね。もう一発銀とか金とか打ってくんでしょうね、シンプルに。厳しい、まあ、銀打ちかな。銀打って何もしなければ銀なりで逃げて寄って入って詰みそうだな。ちょっと敗戦ムードですかね。さあ、いや厳しいですよ、銀打ちも厳しいし金打ちでも厳しいし。ああ受けてきましたか、まあ、一回受けてくるか。なるほどね、まあ一回受けてくるんですね。なるほど、どうしようかな。意外と慎重でしたね。うまい、引いときますか。でこっから来るんですかね、なんか。いやー厳しい、非常に厳しい。まあ馬はでもポジションが結構いいんで、そうですよね。まあ、一回桂馬打っとくかな。そっちに逃げてくるよね。さあ、まあきついですねこれは。銀取ってきて、いやーもうこれはもう、これはもう結構なもんですよ。馬、馬ですか。抵抗してみますかね。さあ、さてさて、厳しいですけど、まあなんかただで負けたくはないんで、まあ、最後まで頑張りたいと思いますね。ポジション的にどうなんだろうな、馬引いた方が強いのかな。なんか馬引いた方が強い気がする。ああ、なんか詰みそうだね、簡単に、簡単に詰みそうだね。簡
休みそうなんだけど、まあなんとか。入局は無理ですかね。右上までね、逃げ切ったらまあ、強いと思うんですけど。まあ無理でしょうね。意外とでも、寄せにくいのか？意外と寄せにくいのか？意外と寄せにくいかもしんない。これで馬取りになってるのがね、辛いところではあるんですよね。そうだな。5分。ここで馬取られるのはきつすぎるんで。ああ、どうしようかな。まあ、真ん中に逃げてもしょうがないんで。一回馬引きますか。いや、もう詰みそうですね。銀取ってくんでしょうね。銀取ってきて。どうなんだろうね。難しいけど。あ、竜。竜。まあでもどうすっかね。どうすっかな。難しいけど。飛車渡しても大丈夫か。飛車も角もなんかどっち渡しても危ないんで、飛車渡そうかな。さあ、どういう手できますかね。馬引きだとでも飛車が効いてるんで大丈夫なんですけど、なんとか粘り勝ちしたいですね。2分48秒なんで、受けて受けて受けまくる将棋、受けの練習だと思ってね、頑張っていきたいと思います。まあ、馬もあるし、飛車の横撃もあるから、まだそこまでは、斜め駒があったらね、強かったんでしょうけど、斜め駒ないし、竜にこのね、銀が当たってるんで、ここで竜一回逃げるとかだったら、すごい楽ちんですけどね。逃げるんだ。これは楽ちんかもしんない。これは楽ちんかもしんないぞ。さあ、一気にビュンと走ってきますか。さあ、強者じゃね。まあ一回竜消しちゃって。どうですかね。これでまあ金取ってこようってこと？
これはちょっと分かんなくなってきたんじゃないかな。しょ。師匠。一発守りたいとこではあるが、どうですかね。3分。三分、了解。考えながら刺したい。金打ちかな。金打ってきて、銀もそう。ここが斜めが急所な気がする。王様ね。2分30秒。銀もあるのか。まあ、金合いかな。ここになんか銀ってくんのか。なるほどね。確かに銀合いだな。ここ銀打ちがきついか。馬効いてましたね。馬聞いてたのは聞いてないぞ。聞いてるけど聞いてないぞ。そうですね。これで、ちょっとまずいか？マスクもないか。マスクはないかな。下がんない方がいいかな。2分。下がったら香車が来るんで、かわした方がいいのかな。金打ちで、歩。歩ですか。強者で下がって、まだ大丈夫な気がするな。うん、多分強者ですかね。下がって金、下がって金打って、まだでも大丈夫ですよね。まだ大丈夫。これで大丈夫なんで。1分30秒。どうしますかね。うん。さあ。これね、馬が効いてるんですよね。さて。で取っていきますかね。時間切れがち。うん。まあ詰ましきれなかったって感じですかね。なんかどうですかね。多分詰まない盤面になってるような気もするし、積んでるような盤面のような気もするな。はい。ということで、まあなんとか受け切ることができましたね。まあこれはこれでなんかこういう勝負だったのかなっていう気もします。はい。対局ありがとうございました。